どうも、カラダ道場楽生骨院教師との代表高野教師です。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、2022年がスタートということになりました。えー、これは実はその日に撮ってるわけじゃないので、えー、今は違うんですけどでもこの元旦ですね、私三条市の元旦マラソン5キロを走ったはずです。<laughs> すごい寒波。 だと思うので僕のでで僕心が折れれなければ走ってるはずです、えー、そういうところから1年をスタートするわけです。去年のね、そのガン旦マラソンなかったんでコロナであの中止だったんで、えー、今年はあまあまあ走ろうかなというところで5キロぐらいは走ろうかなというところで頑張ってきていると思います。はいで2022年なんですけれども、「体らだ楽はですね、えー、より 動く体をかかより動く体に導く場所ということでですね、えーはいはい、2022年の、ね「ねの体道場ラフはです、ね」は、えー、より動く体に導く場所というふうに、えー、目標を立てて、えー、変わっていきたいなと思っております。えーと 基本的には石、えー、骨院なとこもあるので当然怪我不調に関ししての治療もしますだけど僕の根っこにあるのはスポーーーツトレーナーという根っこなんですよね動きがあって動きが不調だから痛みが出ますよねっていうところが私の根っこにあるところなので動きを良くしていきたい。でスポーツトレーナーとしての動き活動もしてます。サンジョナポリと えー、メイクンサッカー部ありますけれどもそこにもしっかりと動ききりとといいいうものを提供しててたいなと思ってます、えー、特に言うと三条ナポリの3年生、えー、まあ昨シーズンしっかりと頑張ってやってたんですけどすごく変わったんですよね、えー、なのでそれを継続してやっていったりとか本当にもうその目の前のなんだろう、えーえー、すごく良くなったということだけを追いかけるんじゃなくて。 大きくなって、より、えー、花が、大きい花が咲くようにというか、そういう種まきの作業だなと思ってやってるので、えー、そういう形でやってったらいいかなと思ってます。その一つとしてですね、アシスティックです。こういうものがありました。ちょっとこれ、YouTuber 見たく。はい。で、えーと、こういうものを使ってですね、私、ちょっとこう勉強しまして、修了証もいただきまして、こんなのを取りましてですね、勉強して、えー、このを使って、 上半身もアッパーコアも使ってのコンディショニングをしていくとかを考えております。まだまだ勉強したいなと思っているので、えー、続けて僕も変わっていかなきゃいけないしそれをためにですね皆さんに健康な体を提供できるようにしていきたいなと思っています。ちょっとシステムもうちのシステムとしても変えていく予定ですのでその,その関連の情報も YouTube または SNS も通して、えー、発信していきたいなと思いますのでよろしくお願いします。本当にあのうんと質問とかね、ど,どんな風に変わるの、どういう風うにやるのっていうことだと、もうぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。あの普通の接骨院ではないと思ってます。あの基本的にはああだから電気当ててどうこうとかの問題じゃなくて、えー、しっかりとやっていくということが私の中ではある動きを。 良くしていく。より動く体に導いてあげたい。というのが私の基本理念ですので、えー、そこに向かって、2022年、また変わっていきたいな、頑張っていきたいなと思っております。えー、というわけで、2022年、またスタートしましたので、新しい年、頑張っていきたいなと思います。それでは、よろしくお願いします。